はいどうも皆さんこんにちは。昨日のスパセル公認ウェルプレイドリーグ、皆さんご覧になられましたかね。クラクラチャンネルのケースケです。ポーということで、今回もクラクラ実況やっていきたいなと思います。で、今日はね、何をお送りするかと言いますと、まあね、冒頭でも言った通りですね、昨日はですね、スパセル公認のウェルプレイドリーグクラクラ公式チャンネルで生放送されておりまして、ドズーさんと自分でね、実況解説やってたんですよ。そしたらですね、名古屋国際連合のタウンホール11の天空のベルサさん、この方がね、めちゃくちゃやばいね、前回ね、やってくれたんですよ。もうね、ほんとドズーさんと自分で実況解説ね、全くできなかったです。え、なにこれ？どういうこと？ここで？なにこれ？みたいな、そんな感じで解説が全くできなかったんですよ。で、ツイッターでもめちゃくちゃね、天空のベルサさんすげえやべえみたいなのがね、めちゃくちゃツイートで流れまして、でね、今ね、ツイッターのね、クラクラガチ勢の人たちの中ではですね、天空の〇〇みたいな感じで、天空の、自分の名前の頭につけるっていうのが、めちゃくちゃ流行っておりますので、今回はですね、ケイスケさん動画にしてください。永久保存版として、動画にしてくださいっていうリクエスト、たくさんいただきましたので、今回はですね、そちらのリプレイと、で、あとはですね、タウンホール9の全開リプレイ、こちらもね、お送りしたいなと思います。それでは早速編成の方見ていきましょう。編成としましては、最初ね、クイヒーネクロボーラーかなと思ったら、なんとラバー2体入っていて、からのバルーン5体しかいないんですよ。この時点でもうドズルさんと自分で、え、何これ、どういう編成、間違えたみたいな、そんな感じになったんですね。で、バルーンがあまりにも少ないんで、ラバー2体いんのに、バルーン5体であまりにも少ないんで、じゃあ援軍にバルーンもらってんのかなと思ったら、援軍にはボーラーが入っております。いや、ほんとこれ、見た瞬間これどうなるのか全く想像できませんでしたからね。で、そうですね、まあ言ってしまうと、ラバーとバルーンはですね、裏ラバル的な要領で出していくんですけども、でもラバー2体いるのにバルーン5体っていうのも少ないしな、みたいな、そういった形です。さあ、まずはクイヒーを回していき、つつのベビドアでサイドカットからのジャイアントにターゲットを取って、ネクロボーラーで小返しを回していくっていうイメージですよね。で、ババッキンを出した瞬間にイーグル砲を起動しまして、からのウォールブレーカーですね。はい、ここ若干ですね、失敗しかけたんですけども、まあそれでも若干多めに持ってきているので、ここね、壁を開けていって、はい、主力部隊のボーラーですね、出していきました。で、今回はですね、裏ラバル。これね、ラバとバルーンで85枠ぐらい、キャンプワークは圧迫してるので、ここでクローンを使っていって、はい、キャンプワークをですね、このクローンによって、呪文枠でね、こう、リカバリーしていくというか、そういった形ですね。なので、ここでね、火力の補強をしていきますが、それでも、これ、もう呪文ほとんど、あと、レイジ一発ですね、打っていくんですけども、これ、奥の方まで届いていくんですよ。このプランネリ、プラン、すごいですよね。で、かの注目です。さあ、ここからですね、中心部分に届いたところで、裏ラバルをね、展開していくんですが、注目なんか、はい、結構ですね、十字方向がね、ラバとバルーン出していきつつの、ヒーラーで、マルチインフェルノのターゲットを取ってるんで、この少ないバルーン、はい、3体ぐらいだったかな、しかいないんですけれども、ここですね、マルチインフェルノタワーを少ないバルーンで壊していきます。もう、このプランネリの段階で、もうおかしいですよね。で、注目なのが、はい、ラバ2体まだ弾けてないです。この2体がシングルインフェルノタワーに向かっていきます。で、このシングルインフェルノタワーのターゲットを取らすことによって、他のバルーンとかがね、撃たれないようにしてますね。で、からの、はい、これ、いや、これさ、ほんと初見で見たときも、実況解説不可能ですよね。何これみたいな。だって、裏ラバル結構長い距離、走らせたじゃないですか。だったら、ラバ1体をバルーンに変えて、ラバ1のバルーン11体とか、そういった形に普通するんですけれども、この少ないバルーンをこれだけの距離走らせるっていうのが、ほんとすごいですよね。はい、それではね、ほんとすごかったので、ちょっともう一回だけ見ていきましょう。そうですね、ウェルプレイドリーグですね、1時間半ぐらい前後のね、生放送になりますんで、天空のベルサさんのリプレイ何度も見返そうとすると、こうスクロールするとね、結構大幅な時間ね、逆戻りというか、になったりしますので、なのでね、自分がね、こんな形で動画にしてね、短い時間でね、お送りしております。さあ、さっきも言ったようにですね、クイヒーでね、下の方向に回していくんですが、まあ、それでも、キャンプ枠をクローンでね、補っているんですけども、そしたら呪文枠、結構圧迫するじゃないですか。それでも中心部分までこう行くっていうね、このプランですよ。思いついてもまず、やろうと思わないですかね、普通。
有名ブロガーのポンダさんもねおっしゃってましたが、こう新しいユニットの使い方をベルサさん見せてくれたなと、なんかこう新戦術としてこうハイブリッドが出てきた時のあの高揚感みたいな、そういったのをね蘇らせてくれたってね言ってましたね。いやほんとこのラバ2体のバルーン5体がほんとすごいですよね。でからのベルサさん結構ねボーラーとかに、クローンね打ったりするんですよ。あの前回のウェルプレイドリーグでもディガーにクローンを使って前回取ったりとかね、ほんとね面白いこう新しい使い方っていうのをね見せてくれるんですよね。さあここですね、ボーラーにですねクローンをかけていきまして火力の補強ですね行っていきました。なのでこれによってね中心部分まで届くんですよね。最初ボーラーの量少ねえなと思ったんですけれども、このクローンを使うことによって、中心部まで進んでいきました。さあここでねインフェロタワーから挟み撃ちですね受けてね怖い部分に入ってくるんですけれども、やっぱりここのタイミングヒーラーでマルチインフェロタワーのターゲットを取らせていってかのバルーン3体で、このバルーン3体がいい感じですよ、インフェロタワーに向かっていくこのルートと、あのルート読み、これもね計算されているんだったらマジですごいですからね。そしてやっぱりこのラバ2体っていうのもポイントですよね。あのシングルインフェルノタワーでスケルトンの呪文で結構完封できたりってことあるんですが、スケルトンの呪文など壁をずっと叩いていてで回収の役に立たなかったりってこと結構ありますが、ここねラバーハンドス、にすることによってね、あのシングルインフェルノタワーのターゲットも散らすことができますし、あとはねやっぱり、パピーですね、ソラユニットなので回収の、ね、役にも立つんですよね。いやでもだからといってこの距離ほんとバルーン歩かせてかのラバ2体まだねあのラバ1体弾けてないしクロークも残してますからね。はいそんな感じで、いやベルサーさんはほんとやばい、もうねこれね見た瞬間ですね視聴者とかもねもうねうますぎてドン引きしたらしいですね、いい意味でドン引きしたらしいんですが、さあ続いてはですねベルサーさんに前回取られた泣くのはおよしさんですね、ラストのアタックで前回を取り返すっていうねもう激アツな展開になりましたんで、泣くのはおよしさんの前回リプレイも見ていきたいなと思います。編成としましてはネクロボーラー編成なんですけれども、今回のベルサさんの配置インフィのタワーが両方とも、シングルですね。で、最近結構動画にしています、ネクロボーラー編成ペッカを混ぜるっていうこと結構あるんですけれども、ペッカだと、1本目のシングルインフィのタワーは、エターナルトームで乗り切れるんですが、2本目のシングルインフィのタワーからターゲット取られるとペッカとかすぐ溶かされてしまうので、ペッカとかではなくて今回は援軍にジャイアントをもらって攻めております。タウンホール10以上だとシングルインフェルノタワーがね本当に増えたので、最近ジャイヒー編成というのめちゃくちゃ見かけますね。さあ今回は6時方向から主力部隊を入れていく流れですね。でからの援軍ジャイアントを出しつつのからのボーラーですね、ここから入れていきます。で今回ですね結構大量のボーラーがね、外周流れてしまったんで中心部分の火力大丈夫かなってちょっとね一瞬ね不安になったんですけども、結構ね全然問題なくて余裕で全開取ります。さあここでですねエターナルトームを発動していってジャイアントを守りつつ援軍処理ですね、援軍処理アチャクイ処理を行っていきます。で、ペッカ入れてるネクロボーラーの強みっていうのはやっぱりペッカね火力が高いので壁をガシガシ突き破ってくれるんですが、レベルの高いジャイアントもね同じようにですねこういう風に、ガシガシ壁も破ってくるので進行的にはそこまで変わんないかなといった印象ですよね。あちなみに、ゴーレムだとね、イーグル砲のダメージ3倍ダメージ受けてしまうので、なのでねジャイアントとかねペッカを混ぜていたりします。さあここでですねはい大量のボーラーね外周流れてるんですが、これね結構たくさん流れていて正解でしたね。こういった形で外周の防衛室もガシガシ削っているので全然余裕でここからですね、前回を取ってくれました。やっぱり前回のアップデートでタウンホール10以上も戦術の幅めちゃくちゃ広がりましたよね。なのでこれからね面白い新戦術、さっきのねベルサさんみたいなユニットの使い方とかでの前回リプレイもねこれからね結構生まれてくるんじゃないかなと思っているので、ほんと楽しみですよね。さあということでそれではですね、今回はタウンホール10の前回リプレイ生まれなかったので、あと残り3本ですね、タウンホール9の前回リプレイ見ていきます。続いては、群馬帝国遠征軍の京都ニューテックさん、もう抜群の安定感、今回も前回取ってくれました。さあ今回の編成としてはクイヒーラバル編成ですね。で、今回のこちらの配置、リュウコ大佐さんの配置はですね結構空回しにくいような対空砲偏り配置となっておりますが、これをね空軍で攻略してくれたので見ていきます。はい、まずはですねクイヒーを9時方向の区画から中に入れていって相手の圧着位処理とかあと援軍処理ですね、こちらを行っていきます。で、ホグライダーで援軍を釣っていって援軍処理みたいな形ですね。
さあ、ここですね。ホグライダー、まあ若干逸れてしまいましたが、まあここら辺は良しとしましょう。他のね、施設がターゲット取られずに、迫撃砲をタダで壊してからの援軍、つっていきましたね。で、ガーの安定の、もうタウンホール級の防衛援軍ってもう、ほんと、ネクロバルキリー、ベビドラがめちゃくちゃ流行ってますよね。もうずっとみんなこれじゃないですか。もうラファとかほんと、見かけなくなりましたね。昔はラバとかね、ゴーレム、非常に多かったんですが、やっぱりソーラが強いっていうことで、こういったね、援軍が入っております。で、かなり令状をかけていって、はい、相手の着衣処理ですね。で、こっからポイントなのが、ババキンウィズで3時方向の対空砲を狙っていきます。まあね、今回はね、若干失敗してしまいますが、こういったね、空回しにくいようにする対空砲偏り配置、逆にですね、こういったババキンウィズとかでカットできちゃうってことありますので、その際はですね、注意が必要です。で、かなりラバル展開ですね。で、まあ、今回はババキンウィズがね、逸れてしまって、ここのね、3時方向の対空砲は折れないんですが、それでもね、安心安全に、京都さんね、ほんと空回しうまいですね、回していきます。で、さらにですね、ラバですね、最後のラバハンド出すポイント。はい、もうね、結構遠い位置からラバハンド展開していきましたよね。これによって、はい、ラバハンドが長い距離走るので、トラップをね、どんどん解除していきます。こういう対空爆弾とかもね、解除することができたので、まとまったバルーンがね、いっぺんに落とされてしまうっていう心配、ありませんよね。はい、という感じ。あとはそうですね、残っている対空施設ももうほとんどないので、あとはお掃除タイムで全開みたいな流れですね。いやー、京都さん、今回ウェルプレイドリーグ、京都さん、毎回全開取ってますんで、もう、ほんと取りこぼすってことないですよね。なんかもう、全開率 100% のとこですね。はい、そしたら続いてのリプレイ、名古屋国際連合側の全開リプレイ見ていきます。続いては、龍子大佐さんですね。名古屋国際連合のリーダーの、龍子大佐さんが全開取ってくれました。で、編成としましては、ドラゴン編成です。で、ここですね。はい、対空砲2本がね、密集していたので、ライトニング3発からのクエクで、一遍に追っていきました。で、今回はドラゴン編成。ドラゴンでやっぱり優先攻撃目標が無差別。もう防衛室以外の施設もね、狙っていきますので、こういう風に、外周にね、いっぱい施設があるっていう配置。これね、結構、注意が必要です。なのであらかじめ少ない枠で外周施設をカットすることによってドラゴンが外に出ないようなルートを作ってます。なのでタウンホール7とかね、タウンホール8の人、ドラゴンラッシュやるときもね、ドラゴン1体をね、こうガーゴイルとかアーチャーにして、こう外周に施設がいっぱいあるような配置だったね、そこね削っていくだけで結構ドラゴンがね、中に入っていって、で中の防衛施設を壊してくれるってこと、できますのでね、皆さんぜひともね、やってみてはいかがでしょうか。さあ、そしてですね、アチャクイで、ここですね、一時方向の対空砲は、ここですね、アチャクイで折ることができます。そうですね、これ、アチャクイの射程でね、5マス、5マス ?5 マスだっけ5マスとかなので、これぐらいの位置だったら対空砲ね、折ることができます。で、からのですね、はい、ドラゴンね、投入していきました。そうですね、ライトニング3発撃ったりとかね、結構ね、呪文枠ね、圧迫していてね、もう使える呪文少ないんですけれども、もうね、ここからですね、ドラゴンですね。はい、令状をかけていって、一気にアチャクイを処理をしていってからのですね、進軍を行っていきます。まあそうですね、今回の京都さんの配置、アチャクイ付近にクロスボウ2機固まっていて、結構嫌な形だったんですけれども、しっかりとね、ドラゴンレイジで突破していきます。で、ドラゴンが若干ね、外に寄りかけていたんですけれども、やっぱりあらかじめね、外の施設少ない枠でカットしていたことによってね、ドラゴン中にまた戻っていきます。でちょっとね、ベビードラとかウィズがね、ちょっと残っちゃったのが嫌でしたね。やっぱりドラゴンまとまってきたところで範囲攻撃の防衛援軍がこう迫ってくるとね、ちょっとね、ダメージ余計に食らってしまうのが嫌だったかなっていう形ですね。やっぱりタウンホール級、ネクロマンサーとか、あとクイヒーバルキリー、バルキリーとかドラゴン強いので、最近は本当にもう外周にね、施設をこんな風にたくさん置くっていうような配置、ほんとよく見かけますよね。さあ、そしてですね、エアスイちょっとね、嫌だったんですけれども、バルーンがうまいこと壊してくれたので、こっから大量のドラゴンが生き残っておりまして、あとはね、防衛室を壊して、全開と。さあ、そしたら最後のリプレイ見ていきたいなと思います。続いてはですね、最後のリプレイ、はい、名古屋国際連合の女性プレイヤー、アーヤンさんのクイヒーバルキリー編成、こちら見ていきます。先ほども言ったようにね、バルキリーですね。バルキリーも優先攻撃目標無差別なので、あらかじめ少ない枠で外周を削っていきます。外周施設を削っていって、バルキリーがね、外に飛び出していかないようなルートですね。こちらを作っていきます。さっきのドラゴンやね、あとバルキリーですね、外に飛び出さないように中にね、しっかりと入っていって、中の防衛室をガンガン壊していってほしいので、こういったね、ルート作り必要になってきますよね。さあ、ここでね、レイジを落としていきました。相手のババキンを処理していきつつの、で、相手の援軍処理です。
で今回の、サブローさんの配置、中心部分クランの城があって、でこうね、中心部分火力がないんで、もうバルキリーとかクイヒ、合流させていって、こうぐるっと回していくような、そういった攻め方になっております。いやー、自分思うんですけど、女性プレイヤースタジオに来て生アタックライブアタックしてくんないかなってね、本当思うんですよね。やっぱ女性もね、スタジオに来てね、こう生攻めしてくれるだけでね、やっぱり見ている人からしてもね、本当に楽しめると思うのでね、ぜひともね、アーヤンさんね、時間が合いましたね、ぜひともスタジオに来ていただきたいなと思っております。さあ、今回ね、ババキンウィズを出していって、ああそうですね、やっぱりバルキリーが外に飛び出さないように、ババキンウィズで外周施設をどんどん削っていって、からのバルキリーボーラーで、中の施設を削っていきます。そうですね、ボーラーはね、隣の区画の施設とか壊してくれたりとかしてくれるので、バルキリーの手の届かない、かゆいところをね、どんどん壊してくれます。で、ちょっとね、ここですね、ヒーラーがバルキリーにスイッチしなくてね、あ、大丈夫かなって思ったんですが、ここからですね、レイジをかけていって、バルキリーがどんどん、はい、ガシガシ削りますね。で、ここで一旦ヒーリングを落とすことによって、バルキリーの進軍止まるんですよ。で、うまいことヒーラーが追いついてきて、はい、バルキリーにスイッチしていきました。で、ここでね、外にね、飛び出しちゃったんですけども、見ていてください。はい、十字方向の施設、カットされてますよね。これのおかげで、タゲ取りの法則。ユニットって3つの施設にターゲット取るので、バルキリーがエリポン、アーチャータワー、ウィズ島とかに、ターゲットを取ったので、ここの壁を破っていって、一気にまた中に入っていきます。いや、このバルキリーコントロール、ほんと、めちゃくちゃうまいですよね。で、あとはバルキリーにターゲットを取ったのを見て、ホグライダーを投入して、終了といった形ですね。はい、そんな感じで今回はですね、ウェルプレイドリーグ、名古屋国際連合と群馬帝国遠征軍の全開リプレイ、天空のベルサさんの全開リプレイが本当にやばかったので、今回動画にいたしました。でね、これからもどんどんですね、クラクラ動画毎日投稿していきますので、まだチャンネル登録してないよって方はぜひとも登録お願いいたします。で、この動画がためになった、面白かったなって思ったら、グッドボタンやコメントで、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。